100万円をかけたチャレンジ立ちはだかるのは名だたる英語系 YouTuber 留学に対する夢熱い思いをぶつけろちょっと無理っすわみたいな感じでこう諦めるんじゃないかなっていう不安が、まあ、正直に言うと自分の考えが甘かったなドーナツやんじゃないですねそ,れは <laughs> その週の悪い弁護士のせいで離れ離れになって死んじゃうみたいな。 留学グランプリ思いをぶつけて100万円ゲット主催の留学人さんケイですこの企画では皆さんに奨学金100万円を競っていただく企画です今回総額400万円というお金を私が経営する留学アシスタント株式会社から皆さんの留学の夢を応援したいという思いで出させていただいていますこの企画から世界で羽ばたくグローバル人材を見たいと純粋に思っております はい。鹿をおめさせていただくイ、e、ーさんです。よろしくお願いします。では、早速ですね、えー、世界に羽ばたける有望なチャレンジを紹介します。えー、簡単なプロフィールを教えてください。はい。えっと、吉田アナです。十8歳で、出身はメキシコです。今、高校3年生です。お願いします。ではですね、アンナさんのチャレンジスタートです。<laughs> ではあ、の、1分間、えー、英語で自己紹介していただいて、その後、日本語で、はいえー、審査員とディスカッションしていただくんで。 Thanks so much for coming. Could you tell us about your dream and briefly introduce yourself? I have a dream to become a lawyer. So I was born in Mexico and I moved to Japan when I was six. And since then, I was I have been living here. But um, so when I lived in Mexico, my grandmother like would help um, street children, and seeing her made me also want to help children that are in bad conditions and that made me so interested in law and politics because I think that's an, a way to approach to those children and so I want to go to America and study law, so go to law school, turn into a lawyer, and then help <laughs> kids and also immigrants that are in bad like, positions, so yeah, that's my dream. はいいありがとうございますでは、えー、ディスカッションに移りますんでこの自己 PR 見てすごい、はい、気になったんですけどその、はい、アメリカ人の母とすれ違うことが多いっていうのは, <laughs> はえすごい気になったんすけど <laughs> なんかすれ違いっていうか文化の違いなんか文化によって価値観がこんなにも変わるんだっていうのをすごい日々実感していてなんだろうちょっとした。 言葉の言い方とかでもそうですし、例えば、なんか、ありがとうって一つでも、なんか、すごく厳しいんですよ、アメリカ人の母は。なんか、何かしてもらったら絶対に、電球って言うし、何か頼むときも、yes, please みたいな。で、日本だとそういうのってあんまりないじゃないですか。で、そういうのとかで、なんか、アメリカ人の母からしたら、なんかちょっと失礼に感じるんです日本人とかは。で、そういう、ちょっとしたこととかなんですけど、 が大きくてなんかそれで文化のなんかやっぱアメリカに住まないと完全に理解できないのでうそうですね<あ>住んでみてちゃんとそうですね<あ>文化を吸収してあ育って育ってなんでうちの母親はこんなこと言うんだろうみたいな <laughs> アメリカに行ったらもっと理解できるかもみたいな,なあそうですうとか母親と父親とかもよくすれ違っていてなんかちょっと今思いつかないんですけどうそういう細かいことがいっぱいあって。 なんか、そこで価値観とかの違いにすごく興味を持ち上がりました。アメリカには行ったことはないんですかまあ、一度だけあるんですけど、あの、本当旅行程度で、はい。実家をみたいな感じ実家、そうですね。親族に会いにました。一回しか行ったことないですか一回しかないです。これなんでメキシコなんか聞いてもいいですか出身は。出身は。出身 <laughs> えっと、その母方の祖母がメキシコでそのこのなんかストリートチルドレンみたいな子を助ける活動をしてて、それでお母さんもなんかやっぱ母親と一緒にいたいっていうかみたいな感じでメキシコに住んでて、で母親が父親とタイで出会ったんですけど、旅行先で出会って、結婚してメキシコに移住して、そのままメキシコで生まれ育った感じです。 なんでアメリカなんですかねなんか、将来アメリカで、その、ロイヤーになりたい感じなのか、はいはい、そうですね。国際法とかを勉強してきて、で、やっぱり、アメリカの方が、なんていう、あの、<う>教育の質が高いというか。はい,は,いはい。なんでその、興味持ったんですかその、はい、の、法律っていうところに。法律、やっぱり、あの、これちょっと話が脱線してしまうんですけど、はい チョコレートドーナツっていう映画があって、で、えっと、ダウン症の子が、なんか、引き取られて、で、結局、その、州の悪い弁護士のせいで、離れ離れになって死んじゃうみたいなお話なんですけど、それ、それを見たときに、なんか、そういう、法律の面で支えるのが一番強いというか、普通に支援だけすることもできるんですけど、やっぱりそういう知識を持ってた方が、 あの実質的な支援ができるのかなと思って法律のところに行くっていう、はい、僕ちょっとアメリカのロイヤーになるためにどうしたらいいかってあんま知らないですけど、はい、その知ってるのは4年の大学出た後にロースクールに行かなきゃいけないですよね。はいはい、で最初これ行きたいところがご,ごめんなさいこれ何て読むんですかね。 これメリーランドって、モンム、本当、ああ、ああ、間違えた。モンゴメリーのコミカレに二年行って、そこから GPA えっと三を維持できればあのあの協定みたいなのをジョージタウン大学と結んでてなのでその後そこに進んででジョージタウンのロースクールを卒業後にまた進みたいと思ってます。ロースクールに入るためにあのなんか どういうリクエアメンツっていうか、条件があるんですかえすいません、知識不足。知 <laughs> らないですか <laughs> 実際にその GPA が高くのは多分必要だと思うんですけど、ね、なんかこう、ではい、どういう試験があるのか知ってます誰か。試験ロースクールど、ね、ういった順序でなるとこうですね簡単に入れないですよね、そんなの。と思うんですけどね。絶対<で>そういう試験とかありますよね。 ももちちろろんんねありますよねそれはね大変ですよね3.0だけじゃいけないですよね3.0はジョージタウンへの進学の目安です。そうそう他にそのロースクールっていろんなとこあると思うんですけどななんんででここなんですかっやっぱり、えっと、ワシントンの近くで学べるっていうのとやっぱコミカル経由でっていうか自分の進路から考えた時に一番あの身近にあるというかその4年生の大学って正直言うとどこでもいいなんですか、はい いいんでそのロースクリークためにはははい大丈夫だと思いますあんまり知らない感じですかなるほどもしこの100万円がもし手に入らなかった場合はどういう道考えてるんですかと100万円が手に入らなかった場合もその場合は自費で自費はい行こうと思ってます実際にその行けるだけあるんですかどのぐらいかかるい、れんですか それこそロースクールまで全部合わせると、うん、どれぐらいかのかるんかその学費だけでです生活費とかなしでえっとなんかアメリカの国籍を持ってるので学費がちょっと変わってきてコミカレがまあ30なんか親の年収によって変わるんですけど学費がそれで今大学とかに問い合わせてでまあでもそうですねなんか大体でいいんですけどその金額分、はい、かります 1,000万ぐらいは1,000まで全部いけるってことですかロースクールも含めてですかロースクールもっとかかるんじゃないですかえロースクール含めないで1,000万あ含めなければいやもっと200多く分とコミカレが30万ぐらいでいけてで奨学金を取りたくてあの4年生大学は全部含めて1,000万は売りに行ってますけどねいやロースクール含めてないですよね いや最初は含めたデータで今が含めないんですちょっとそうですねんかそのロースクールに行きたいっていうちょっとんかリサーチのところがもう少しんかあったらいいなっていうのは正直思いますよねはい差し支えなかったんですけどお父さんとお母さんがタイで出会ったっていうのでお父さん日本人の方じゃないですかお父さん何やられてる方ですかお父さんは普通に会会社社員です えっと、その若い時にバンドをやっていて。そうですね、旅行していて、たまたまであって。旅行です。お父さん、じゃ、どうやって、メキシコへ、結婚してもらって。すごい。ね、会社員やったら、厳しいないですか。メキシコに。あ、その時は、今は会社員なんですけど、その時はバンドマンだったので、割と融通が。そうですね、あ、そうですね。お父さん、めっちゃいい経験。 え、親御さんは今、なんかその、この進路に対してはどんな感じなんですかは、えっと、前向きに、母親と一緒にアメリカに引っ越す予定で。あそうか、そうねなるほどね。お父さんはこっちにそうですね、お父さんは。ロースクール行けると思いますそうですね、努力はできる限りしたいと思います。実際になんかこう。 それを証明する、なんかこう、実績だったりとか、なんか高校での受験、ああ、まあ受験もそうだし、勉強のこう、歴史いうんですか、背景みたいなのを教えてもらえまし、うん、ビ,ビ,ビフォーアフターみたいな。そうですね。以前はこうだったけど、こうなりましたみたいな。<laughs> そ,うそうですね。はい、今の時点では本当に学校の政治経済とかしかやってないので、なんだろう、実績。その今のじゃあ、高校の成績ってどれぐらいなんですか、はい、えっと、その社会科目あ。じゃなくて、もう全体で。 全体で四ぐらいです5段階評価の四ってことですかはい、平均が、はい、平均が四。えと全部足して終わった GP ガンダウン2本で5段階中の四。はい今行かれてる高校の…ごめんなさい、僕偏差値であんまり語るの好きじゃないんですけど、はい、偏差値ってどれぐらいなんですかは、でも五十四とかです田舎にあるのでなんか選択肢があまりなくて高校の…わかりました、ありがとうございます どっちみちみお母さんもアメリカに行くそうですね一緒に引っ越4年間ずっとか分かんないんですけどとりあえず1年ぐらいは一緒に暮らしてあの生活基盤を整えてくれるというかそんな感じですそれお父さんが払うんですかお父さん何ですかお父さんがお金払うんですか,うですかそうですねはいち、えっと、私の大学進学用の貯金からお金を出してもらいますモンゴリ ワシントンント<や>、えっと、メアリーランド州ああああそこからワシントンに行きたいっていうかそう近いのではいお母さんもワシントン出身でそれもあるんですけど、うん、親族がワシントンにいてはい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 近い通いやすいとかもそうですねあと、まあ、政治の中心というか何パーセントぐらいその弁護士ってなれるもんなんですか どんなぐらいのハードルかっていうのはあんまりさ弁護士に対するパッションが僕そこまで伝わってきてないんですけどその映画見てっていう <laughs> でそこでもう映画っていうか、えっと、小さい頃からその祖母の,あの活動を見ててでそういう子どもたちがいることを知って自分何かをしたいなと思ってたんですけど何をすればいいのか分からなくてでそれを見た時にあこういう。 手があるんだというか。ちょっとあの何でしたっけあの何とかのケイさん僕じゃなくてあの最近弁護士あれ取った何でしたけコメロさん。なんか見てる三回ぐらい落ちてますよね二回か三回落ちてようやくなんでしたっなんかめちゃめちゃ司法試験ですよ狭きもん狭なイメージなんですけどえアメリカでその資格を取りたい国際だったらそうですよねなんかそれをこう 実現できるぜ私みたいな。はい。なんかすごくすごいコンビニスしてほしいなと思ってるんですけど。はい。はい、まあね確かに変わりますよね。はい、そっかそっか。うん。例えばなんか僕がお金を出した時に、ああ、ちょっと無理しすわみたいな感じで。そうですね。こう諦めるんじゃないかなっていう不安が。まあ別に僕諦めるのは悪いことじゃないとは思ってるんですけど、なんか夢が変わりましたっていうのは往々にしてあることなんで。 ただちょっと今弁護士ってお話だったんでどれぐらいの本気度なのかなっていうのを見たいっていうイメージですかねえっとまあ家族も巻き込んでやることなので個性はかなり硬いです、はい、で、うん、遊びに行くとかそういうつもりは全くないですし本当に勉強中心に絶対に夢は叶えたいと思ってますわかりましたありがとうございますいつ頃からその弁護士になりたいと思ってたんですか、えっと なんとなくは、その、小学6年生が初めてだったんですけど、そっからなんか、諦めてじゃないですけど、なんか、ごふわふわしちゃってて、で、最近、進路のことをちゃんと考えるようになった時に、やっぱり、法学に興味があるなと思って、そうです。はい。<laughs> ます <laughs> <laughs> いません。ええ、大丈夫 僕がいじめたみたいしい大丈夫ましたか？大丈夫でした謝っていただき、アンチコメントは全部ケイ君にお願いします。大丈夫ですか？す差し支えなにをば、なの涙やったんかだけちょっじゃちょっとていきなりやったんで、やっぱりその小学校の時のこととか思い出して。いやそうなんか、やっぱ自分のま正直に言うと、自分の考えが甘かったな。 っってていいううのと、あ夢、まあ、夢に対する夢っていうか、そうですね企画夢なんかその実質的なパーセントとか考えた時にあ本当になんかできるかなって思ってででもいや絶対やりたいなって思った時になんかなぜかすいません涙がで、うん、その <laughs> なんか弁護士以外でこんな道も好きだなとか、ええ、別のなんかセカンドオプションみたいなっあったりしますかははななんかあとはなんかかあと全然。 あの正反対になってくるんですけど日本の言語難民の子供たちに英語をあの教える NPO とかがあるんですけどそういうのを、まあ、やりたいなっていうのもちょっと思っててその自分自身日本に引っ越していった時にその日本語が全然喋れなくてそのせいですいません。なんか結構 小学校の最初の方とかはうまくいかなかったのでなんかそういう子供 <laughs> に教える仕事も、まあ、興味があって <laughs> でそれもやっぱりその語学だけじゃなくて根本的な宗教とかっていうところから価値観とかいろいろ理解しないといけないのでそれも第二の道っていうかとして考えてますなんか法律も言語もなんか困ってる <laughs>、はい その状況を見て、ね、ね、法律もね、サポートしたいっていう、そこを共通してますよね。はい、言語も大変だったけど、サポートしたいっていうね。それはちゃんと、ね、共通点としか信念としてあるってことですよね。はい。難民っていうところじゃないですかね。なんかそういう自分の経験の。はい、あ、と、ローヤーも別に弁護士、イコール弁護士じゃなくて、その法律家っていう意味なんで。別に弁護士じゃなくても、うん、その、わかんないですけど、法律に関係する仕事は全部ローヤーなんで。っていうことですよね。 うん、ちょっと話変わるかもしれないですけど、はい、なんか趣味とか今継続してやってる、はい、勉学以外のこと、勉強以外のことみたいなありますか？はい、まあえ。本当に趣味で、は映画がすごく好きで、そうですね。と週2本ぐらいは見てみます。うん、え、何の映画が一番好きなんですか？ 難しいんですけど難しいですかね、ちょっと見てたら何のパッと頭に思浮かぶやってたのやっぱさっき言ったチョコレートドーナツっていう映画が結構良くて今ちょっとどこで見れるかわかんないんですけどぜひ見てほしいです今日のオイルタフネットフレックスでそういうことかスポーツかスポーツはえっと小学校の時にフットボールをやっててフットボールっていうのはサッカーですか なんかあフットベースなんかなんかサッカーベースみたいなそうですキックベースみたいな野球みたいなあそうですキックベースあれってスポーツなんですかあの大会とかあるんですか大会ありました結構ホームランいけるんですか超軽いです気になってアルバイトとかってアルバイトはえっと薬局で二年ほどやってて 一度日本の大学を受験しようと思った時にやめちゃったんですけど、えっと今月から焼肉屋さんで、そうですドーナツ屋さんじゃないですね。それは。田舎すぎてドーナツ屋さんないんですよ。食した。食た。一応ねミスドがあるか。なるほどなるほど。弁護士になりたい思いがうまく伝わらず涙を見せる場面も。 後半巻き返し100万円ゲットなるか日本に住んでると外国人としてしか見られなくて日本だと本当に一生。 茅の外っていうかえすみません、ちょっといいですかもっと辛いと思うんですよ、留学生活ってかわい Don't be too hard on yourself かっこよすぎるなこのシーンだけは必ず見ます <laughs> 主戦の留学兄さん、K です留学グランプリ第二回も近々実施を予定しておりますイエーイ <laughs> こちらの企画にですね、参加されたい方随時募集しておりますので概要欄の方の LINE 登録ですねそちらを登録していただけると自動返信で挨拶メッセージが返ってきますその挨拶メッセージの中に、えー、申し込みフォームがありますので そちらかららかご応募いたただけたらなとまた何かかこう問いいい合わせがあればそのらら連絡たただけたらなと思いますあと僕と同じようにですね学生さんの留学の夢応援したいぞっていう企業さんスポンサー企業の皆さんまたは対個人でも大丈夫です投資家の方ですね企業さんであれば何か PR 個人の方であれば審査員として座っていただくどちらも大歓迎ですので同じく LINE 登録をしていただいて問い合わせいただけたらなと思います。